ミズオペックはアメリカ合衆国の女優である。1977年ニューヨーク市に生まれる。チェロキー、アイルランドの血筋で日本とのハーフである。11歳の頃から子供の劇団へ入っており、1999年に芸術系の大学で美術学士を取得。大学卒業後、女優として本格的な活動をスタートさせた。2001年に ジェフ・ブリッジス主演のサスペンス映画、クリミナル・サスペクツの早役で劇場映画デビュー。その後もテレビなどで小さな役柄で出演を続けるが、特になお知られるようになったのは2006年に出演したベンス・スティラー監督のナイトミュージアム。同作品ではアメリカ自然史博物館に展示され、ロビン・ウィリアムズ演じるセオドア・ルーズベルトと恋に落ちる。 ネイティブアメリカン女性の坂上屋を演じている。2009年に制作された続編、ナイトミュージアムに絵も同役柄で続投した。2013年には俳優の大和田信也が監督を務め、松方広樹、内山里奈らが出演した日本映画、恐竜をフォロー。へ出演し、来日して福井県ロケにも参加している。日本側マネージメント、 東京シネマアカデミー http コロンスラッシュスラッシュ t c a n y n e t 日本側マネージメント東京シネマアカデミー http コロンスラッシュスラッシュ t c a n y n e t ありがとうございます。